今回は、コニーに対して厳しいアニメに対する反応を集めてみました。それではどうぞ。コニーに厳しいアニメ。共に見た夢が悪夢に終わる。編集の煽りが鬼すぎる。サシャが助けた仲間を殺してまで得た未来は美しいか？美しい。殺さなくてもなんとかなりませんでしたか？もういいって。許さないでくれ。世界を救うたのにまず身内殺すとかねえよな。母ちゃんは生き残るし。先週からの落差がひどい、コニーの悲鳴で終わったし。ベルトルトの気持ち今になってわかっちゃった。俺たち仲間じゃなかったのかよ。もっと急所外して撃つとかさ。漫画もかなり悲壮感あったけどアニメになってより一層悲惨なシーン出たな。この後の悪魔の子が刺さる。鉄の玉が正義の証明貫けばヒデオに近づいた。ほら、仕方がなかったってやつだろ。信じてただけにいっぱい悲しい。ほら母ちゃんに自分のしたこと誇れよ誇れるように世界救うんだろ。こんなことまでさせて生き残らせるのが幸せだったっていうのかよエレン。あと少しでハンジさんやマガト隊長との別れもあると思うと俺は辛い。このアニメ誰になら優しいの？ザックレイ。正解は、漫画だとベルトルトの顔だけだったけどセリフ付け足す優しさ。俺が始めた物語じゃない。母ちゃんを諦めた。仲間を諦めた。世界を救った後の彼に何が残るのか。母ちゃん。ついてで死に場所探してたキース教官が死ぬのはノリに行き過ぎている。イェーガー派が中枢を握った時点で旧体制の人間は消される。人里離れた山での愚祖して余生を過ごす気力もないしな。セスイワインで巨人化した兵団の騒動で忘れられかけてるが、イェーガー派が政権を握った時点でキースは抹殺されるか軟禁されるのは目に見えてるから、教え子たちにも。俺はもう消されるだろうけどイェーガー派に従え、だが心まで渡すな。って言ったんだろうし。だからこそ死に場所探してああいうことやったんだろう。こいつら生き残れたのかな。最後おうおう、してたし、流されてそのまままたイェーガー派に染まったのか来るべき時に備えて表面的にやってるだけかは不明だけど、どっちにしろ大変ではある。最後の島の様子で軍隊化した兵団の前でおうおう、してたから生きてる。これが演技なのか流されちゃったのかはわからない。まあ何の成果も残せませんでしたって人生だったから最後の最後に納得いく死に方できたから、ハゲは救われたかな、とは思う。ベルトルトやライナーに投げかけた言葉が刺さるの美しいよね。よく考えたらあそこでハゲが自爆に付き合うの満足し以外の何者でもないな。声優が良い演技しすぎる。なんだあの悲鳴。下のこういう演技させたらマジでうまいなって。やっこさん死んだよ。フロックと違ってダズもサムエルも泣いてとても辛そうなのが美しいよね。ファルコが試しに巨人になってみたりしていればこんなことには。コニーさん最近ずっとこんな顔してる。アルミンが一歩間違えれば自分たちやコニーどころかフロックたちもみんなまとめて土管だから、本当に何も考えてなかったんだよなあの銃撃。なんで仲間を撃たないといけないんだよ。やっぱ調査兵団経験者イェーガー派なんだよなここの強さ。というか忘れそうになるがアルミン以外のいつものメンツは104機訓練兵団の TOP10 だからエリートなんだ。非巨人関係者以外じゃコニーはその機トップじゃん。正直漫画読んでて戦闘開始前はコニーはもしかしてここで死ぬかなって思ってたがこういう辛い選択をやらされたってことは作者はコニー生かすなってちょっと安心した。この状況下で誰が一番殺意のある引き金を引いたか明確になるのがね。コニーって最終話の平和大使のメンバーにいたっけ？いた？全の家族や巨人から復帰した母親がヒストリアに迅速に保護されたってことを語ってる。ヒストリアを信じろって。トロッコ問題を延々と連結させられてる感じ。コニー君。母ちゃんに誇れる兵士になれましたか？先に進むたびにあいつはそこで死ねてよかったなって展開続くから。でもマルコは生き残れればアルミン的な役割になれたと思う。でもそんな役割は何人もいらないから途中で死んだろうな。むしろ最近の放送でスレが美しいで埋まってない回あった？顔に2発撃って確実に殺す強い意志はどうだコニー？最初に美しい言い出したの誰だっけ？芸術家。マルコはいいやつすぎて多分誰かかばってどっかで死んでる。生き残っても王家の真相知っておれそう。世界を救うためだから。世界を救うためだったら、そりゃ仕方ないよな。通してみるとそこまでバカには見えなかったやつ。勉強ができないだけで頭が回らないタイプじゃない。でも巨人の歯磨きという不器用な嘘をつくバカではある。散々苦戦した鎧と女型との共闘いいよね。やったのは味方殺しだがな。いいよね。雷槍の脅威を知らない女型と雷槍構えた瞬間を狙ってた鎧。本当にかっこいいよ。ダサくて情けないやつだけどずっと生き残ってたダズがよりによってコニーに殺されていっぱい悲しい。
雷槍を人に向けて撃ってはいけません。イエーガー派の精鋭を皆殺しにしたから、もう残りは雑魚しかいない島。当時はトラウマ残すレベルで無双した女型も隙あらば雷槍で仕留められるって環境のインフレがすごい。コニーはこの後も見せ場与えられてるし、ライナーアリバイの次くらいにガビ山先生に優遇されてるね。アベンジャーズ展開からシチュー食べて少し分かり合った感じになったと思ったら、悪いことを何もしてない友達を殺させるのってすごいよね。初期はサシャと並んでコメディ担当でしたよね。せっかくここまで生き残ったのにねだず。アルミンたちなら敵国への虐殺でも止めそうだなって分かってるのが辛い。もしマルロが生きてたらどっちについたかな？さすがにアルミン派かな？虐殺を良しとはしないだろうな。湿地には安全な場所にいてほしいから置いていって死ぬやつ。あの芸術家人生最高に楽しんだまま退場してるのずるいよな。この後話し合うとか言ってるんですよ。仲間とも話し合いで何も解決できないのに。最初から襲ってくる連中は潰すってのは一貫してるぞ。やっぱマーレが悪いよ。マーレ組とは森を抜け出せたのにこれだよ。ってやるせなさがすごかった。ライナーを仕留めたと勘違いしてサシャとジャンと泣いているシーンも美しかった。環境はインフレしてるけど対人だと格落ちない目型もやばい。それを追い詰めたキュウリバイハンもやばい。そうか、この時アルミン下撃たれたから対話できなかったのか。でもうめき声上げながら何かを訴えかけるのは効果があるぞ。何も喋れないっていうね。おい？どうしてマルセルが撃たれてる？一体、何の話をしているんだ？イエレナもそうだけど、アルミンを軽く見る人が誰もいなくなってるんだよね。アルミンが口を開くたびに勘ぐられてる。とんだ憤鬱アニメだ。虐殺はダメで一貫してるけど、結局地ならしで8割死んでるなら止めても止めなくても大して変わんなかったのでは。一応メインキャラたちの家族なんかは生き残れたから。8割が滅ぼさない滅ぼされないちょうどいい落とし所なんだよ。止めなかったら地獄の内戦が始まるぞ。生き残った人類からの報復を恐れて最終回で島は軍隊を組織して過激化しながらも一致団結してる。ここで人類ほぼ10割絶滅させてたら今度は島の外に敵がいなくなるから、島の中で延々と醜い打ち下馬が始まる。どうしてみんな幸せになれないのさ。エルディアの人にしろマーレの人にしろ、実際に海を渡ったかどうかで考え方が全然違ってるよね。フロックは大体全て見てきてアルミンたちと違う判断に至ってるのが良いキャラだなと思う。パラディ島の住民にとっては壁内が世界の全てで、壁の外には自分たちを滅ぼそうとする悪魔がいるみたいな認識だろうしな。元調査兵団団長で反イエーガー派頭目の判事の上司でその部下の恩師だからな。イエーガー派からしたらお邪魔虫以外の何者でもな。エレン世代が生まれた時点で世界のヘイトが高まりすぎている。地獄の釜が開かない限りそれはないよ。そもそも王政転覆までに相当めちゃくちゃやってるからな。でもこの立体機動装置使いながらのダブル巨人化はかっこいいぞ。立体機動と女型の巨人の組み合わせが反則すぎる。ウォーアチーってなった後、ミンガベチョって死んでやっぱ良くないな、って思った。そこまでして外の世界守る意味ある？と頭によぎったけど、マガトが全てを消し去って愚かな過ちをなかったことにしても地獄は終わらないって言ったり。清美様が世間が狭くなるだけで同じことが島の中で繰り返されるだけでしょうって言ったり。そもそも都合の悪い情報全部忘れて島にこもった王がああなったわけで、虐殺という選択肢とその成功が起きてしまったら、次に何かあるたびに敵対者を虐殺して解決するって地獄が続くからダメなんだよな。少なくとも悪魔はいなくなって人間同士の争いになるからまだマシ。